見て、橋のこっち側まで来たわ。ここにワイルドハントがいたのよ。よし、奴らはまだ先だ。急ごう。グベッダ・グラン。ワイルドハントだ、間違いない。奴ら、エルフの番人を破壊したのって。おしゃべりに来たわけじゃなさそうだわ。そんな連中じゃないだろう。攻撃する前に凍らされたか。白き霜だ。魔術師が呼び出した。クソ、塞げるか。遠すぎる。もっと近づかないと。ヴェネシアクレストの力で障壁を張るわ。離れないで。ダーリアン・アンノウ。行くわよ、ついてきて。
どうしたんだ。大丈夫、今ので力を使いすぎただけ。倒れないでくれよ。今ここで、あなたの腕の中で、ありえないわ。このまましばらく休んでいけたらよかったんだが。ええ、分かってる。先へ進むんでしょ。やつら通路を塞いだようだな。ここは俺が。任せて。助かった。少しきつかったな。一緒に来てよかったでしょ。まったく、私がいなければダメよ。そうでしょ、認めなさいよ。そうだな。まったくだ。待ち構えてる。ゲラルト、私も手を。下がってろ。指図しないでよね。俺のためにデッドホールだけ持ってる見物だな。
が一あなたが。心配ない。さあ、調べてみよう。見た感じ。見て、ここにもシリエのメッセージが。メッセージを見てみよう。ジルエール、ここはもう安全ではない。すぐに移動しろ。誰も信用するな。特にフレックバック出現の魔女に火をつけろ。なんとかして最後に別れた場所まで来てくれ。最後に別れた場所か、わからないな。詳しいことを言ってなくてよかったわ。ここへ来たワイルドハントも投影を見たはずよ。徹底的に調べてある。時間があればこの場所を灰にしていただろう。こちらも収穫はなしだ。エルフについてもシリについてもな。少なくとも二人が一緒に旅してたことは分かったわ。なぜ離れ離れに。ワイルドハントがエルフを追っていて、彼と離れた方が安全だったのかもね。クルックバック沼地の魔女が出現よ。キラ、何か隠してるなら。別に何もないわ。魔女たちを知っているのか。会ったことはないけど読んだことがあるの。村にある家の一つで見つけた古い文書で、時折村の魔女が出現に出かけたと書かれていた。村人と森の貴婦人たちと呼ばれる妖婆との連絡役でね。妖婆はよそ者には厳しいけど、地元の人を助けてくれる存在なの。ベレンで疫病の流行を止めたこともあったらしいわ。ふん、その話をどう思う。年寄りたちのつまらない噂話だったらよかったんだけど、ベレンに来て最初の2週間ひどい悪夢を見続けたのよ。何かが沼地から私を呼んでたの。ある晩意を決して夢の世界に入ってみたの。そいつのところに行ってみたらすぐに声が聞こえなくなった。それからは毎晩よく眠れてる。なぜ今まで何も言わなかった。シリが魔女と揉めたらしいと言ったはずだぞ。あの魔女たちのことだと思わなかったし、言えば慌てて魔女たちを探そうとしたはず。でもまずはシリがいたことを確かめるべきだったでしょ。今ならもちろん何でも話すつもりよ。洞窟の端までお前を護衛した後ならか。ひどい、そんな風に思ってたなんて。女魔術師に恨みを持ってるのね。ああ不思議だ。どうしてだろうな。どこにいる。沼地は広大で危険だけど、妖婆を訪ねていく村人には彼女らが道を示すというわ。その文書にはクルックバック出現に祠があると書かれてた。その祠からご馳走の道をたどるんだって。ご馳走。ケイヤモルヘンで育ったからおとぎ話に縁がないのね。みんな知ってるわよ。魔女の家はジンジャーブレッドと鶏肉でできているって。実際に見ないと信じられないな。あなたも文書を読んでみるといいわ。きっとシリラは見つかるわよ。さてと、それじゃまずは出口を探さなくちゃね。その通りだな。来て損したかも。自分で燃やしたようだな。ワイルドハントではない。奴らが来るって知っていたのね。これは何だ。私が彼にあげた霊薬よ。どうやら飲む必要があったようね。
魔術師兼植物学者か。変だな、何もないのにメダルが震えてる。この壁に何かあるのか。現実よ、私も変だと思ってた。こういうものに出くわすと思ってこれを持ってきたの。なんだ。ネハレニの目、現実を消せるの。簡単に作れるからこれはあなたにあげるわ。きっと役に立つわよ。それを使うたびに私を思い出して。そうか、ありがとう。醜い化け物め。先に進んでみよう。